こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。原爆 T シャツでおなじみの BTS が兵役免除で炎上になり、所属事務所が政府主導で大々的に株式市場で上場し、直後に驚異的な大暴落を記録したのは記憶に新しいですが、今度はドイツ人司会者が BTS を揶揄し炎上したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ラジオ番組司会者が BTS をコロナに例えて、全世界のアーミーたちが怒り、ドイツのラジオ司会者が生放送の途中 BTS を新型コロナウイルスに比較して物議を醸していると英国 BBC が報道した。ドイツのラジオ放送バイエルンさんの番組司会者マティアス・マトシュケ氏が前日夜の放送で、最近 BTS の MTV アンプラグド公演を酷評し、差別的な発言をして非難を浴びていると BBC は伝えた。 BTS はイギリスのバンドコールドプレイを代表する曲の一つである Fix You のカバー披露した。癒しと慰めのメッセージが込められた歌だった。ラジオパーソナリティのマトシュケ氏は BTS の MTV 出演を矛盾していると評価し、Fix You をカバーしたことについて冒涜と非難した。マトシュケ氏は特に BTS をコロに例えながら、ワクチンが出たら大したことのないウイルスと卑下した。このような事実が知られると BTS ファンは SNS にマトシュケ氏の発言を差別だと批判した。ファンが立ち上がると、マトシュケ氏は人種的に侮辱するつもりは全くなかったと述べ、BTS とコロナを結びつけたのは完璧に間違っていると謝罪した。放送局も声明を出し、司会者が誤った言葉を選択したと謝罪した。それでは、ネットの反応です。ドイツ人は、差別が激しいって言ってたけど本当だね。日本とドイツ、かつて同盟だった事実が思い浮かぶ。バイエルン地方はもともとこうです。ドイツの製品にはブランド品が多いけど人じゃないみたいだね。そのうちドイツも日本の格好になるかな。 BTS に触れるな。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。